はい、どうですか、こんにちは。 TI クランのプライスと申します。今回の話題なんですけども、ちょっとセンシティブな話題です。っていうのもエッチな話題について取り上げるんじゃなくて、あの PS4 のエイムアシスト、まあ、この、まあ、話についてなんですよ。で、これ結構あの取り上げようかどうかっていうの迷ってたんですけども、運営の人が、まあ、今後ね、この PS4 のエイムアシスト値、この方針についてを、動画内で語っていたため、今回はこちらの情報っていうのを皆様に共有した上で、皆様これどう思いますかっていう動画を作っていこうと思います。で、この正直エイムアシストについて、まあ、強いと言おうが、まあ、弱いと言おうが、それにね、まあ、その意見に対して反発する一定数の人がいるんですけども、まあ、今回はね、まあ、この強い弱いとかこういったものと関係なく、純粋にプロはこのクロスプレイ下のエイムアシストの差についてどのような意見を持っているのか、そして運営がこれについて今後どのような方針で調整するのかの意見交換が行われたわけですね。だから今回はこの意見交換の内容について皆様に共有していこうと思います。それでは今回のタイトルといたしました、競技シーンでも言われるマウスとパッドの差、この挑戦について運営が方針を答えた件ということで、今回はこちらについてを取り上げていきましょう。まず一つ目、この運営とユーザーのやり取りを取り上げた上で、まあ、実際この問題がどうなのかっていう、まあ、その自分の意見を踏まえながら話していこうと思います。そもそもこの PC パッドについては昔からたびたび議論の対象となっておりまして、エイムアシストを弱めた方がいいといった意見が噴出したりとか、またそれと同時にですね、まあ、それに対抗してマウスのキャラコンの優位性とエイムアシストのバランスを考えれば弱体化すべきではないといった様々な意見が飛び交っておりました。で、まあ、こんな感じで様々議論になっていまして、でこの議論についてはですね、ずっと前からたびたび話題となっておりまして、ツイッター上にトレンド入りしていたレベルだったんですね。まあこのエイムアシストっていう単語がトレンド入りしておりました。まあ、この議論についてはエイペックスに限らずですね、まあ、昔から別ゲーでも存在しておりました。例えばコールオブデューティーだったりとかバトルフィールドだったりとか、正直この議論の、まあ着地点っていうのは存在しなかったわけです。しかし最近 Apex が流行り始めてから、海外の競技シーンにて、まあ、このねエイムアシストについて弱体化を求める声っていうのは結構相次いでいたんですね。で、運営ももちろんこの意見については認知しております。というのもですね、まあ、もちろんこの彼らはこの PC パッドについての意見を出しているんですけども、まあ、PS4 とのクロスプレイだったりとか、あとクロスプレイでのカスタム参加、最近実装されました、まあ、これらのですね、まあ、新しい要素の実装などによって、まあ、その意見が現在強調されてしまっているわけですね。まあ、ここでですね、ユーザーと運営の開発者の間で行われた質疑応答の中でこの話題が取り上げられまして、まあ、実際プロはこのエイムアシストについてどう思っているのか、そして運営はこれについてどのような考えを持っていて、今後どのような方針を取っていくのかについてやり取りがされていたため、今回こちらの動画で共有していこうと思います。ではまずユーザーの発言です。この問題についてはずっと昔から言われ続けていたが、正直エイムアシストがこのまま存在するのであれば、全てのプレイヤーがパッドに置き換わり、競技シーンがつまらないものとなってしまう。特にその動向は競技シーンで顕著であるが、PS4 と PC パッドのエイムアシスト値の差によって競技性が損なわれていると感じる、まあ、これについてはどう思っていますかっていうふうに、まあ、運営の人に直接、質問したわけですね。まあ、そのところ、まあ、運営からこういうふうに答えが返ってきました。まあ、これについては以前から問い合わせを受けていたが、まあ、運営の、ね、チーム内でもこれについては現在議論されているとした上で、しかし私個人はこのエイムアシストの差についてはそこまで問題視していません。多くのユーザーが言うように PC には物資を漁りながら動けるキャラコンができるといった優位性が存在しておりまして、争点においてはこの差は平等だと感じております。しかし現在これに関する苦情も多々寄せられておりまして、それを踏まえて現在議論している最中でありますと明かしました。またクロスプレイ時のエイムアシスト値の差についてなんですけども、 PC 版の値に近づければより競技性が増すと感じていると回答しました。で、このエイムアシストの値についてなんですけども、 PS4 が、じゃあ完全なオートエイムを1として、 PS4 が 0.6 で PC が 0.4 というそういった 0.2 のエイムアシストの、まあ、このね値の差があるわけですね。まあ、ここの差についても、まあ、このね、まあ、プロの人たちは、まあ、これはさすがに平等じゃないんじゃないのかっていうふうに言っておりました。で、まあ、現在ね、まあ、そこまでこれについては運営の中では問題視されていないものの、まあ、あまりにも不公平さが露見すれば調整する可能性について示唆した形となっております。ただしかしですね、この議論についてはですね、まあ、以前から平行線をたどっております。で、このエイムアシストを優遇するか、それとも PC マウスを優遇するかについては結果を出すのが現在非常に難しい状況となってきております。
だからね、そのためもし今後さまざまな苦情が今以上に寄せられた際、クロスプレイ時のみに PS4 のエイムアシスト値が調整される可能性があります。まあ、しかしただですね、PS4 のエイムアシストそのものを弱体化してしまう、まあ、これをしてしまうとですね、まあ、PS4 コミュニティから当然反感を買うわけですね。だから、まあ、ここについてはですね、まあ、もちろんその、まあ、Apex のね、まあ、シェア数の多数が PS4 です。だから、まあ、そこについてはですね、容易に手こ入れしないものと推測されます。はい。まあ、こちらに関してもですね、まあ、もしそのなんか PS4 の、ね、エイムアシスト値と、まあ、この PC パッドのエイムアシスト値についてこれが差があるのはおかしいだとか、またね、まあ、現在でも十分健全な、特に不公平さはない APEX ができているだとか、まあ、そういった意見もしございましたら、ぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい。では次2つ目ですね、まあ、実際エイムアシストはどうなのっていう話です。で、これ以前からたびたび話題となっていたエイムアシスト、まあ、これに果たして終着点はあるのかっていう話です。で、これについてなんですけども、僕個人としてはこの終着点絶対にないと感じております。で、 PC のプレイヤーがエイムアシストに不満を感じた際に、同時にですね、パッドプレイヤーからもその意見に対して不満が出るわけですね。またパッドが強いというならパッドを使えばいいというように、まあ、このユーザーにはですね、マウスを使うかパッドを使うか、このデバイスを選択する権利があるわけですね。まあ、それをないがしろにすることはまあ当然できないわけですよ。しかし純粋にマウスが好きで大好きで大好きでマウスだけしか使いたくないっていう人がパッドとの不公平さについて気づいた際に声を上げる人っていうのももちろん存在します。まあ、そういった人たちに対して、まあ、このパッドを使えばいいっていう理論を投げかけるのは、まあ、正直ナンセンスだと僕は思います。まあ、実際自分もマウスとパッドを両方使っていた人間なんですけども、マウスにはマウスの利点とそして難しさ、パッドにはパッドの利点と難しさが存在するわけですね。まあ、当然マウスでもまあ、めちゃくちゃエイムできるんですけども、パッドはパッドで、まあ、このエイム慣れるまで結構時間がかかってしまうわけですよ。で、これもしエイムアシストが完全にゼロになってしまったら、多分このまあ初めのねライト層がまあこうねエイペックスに入ってくる際に、まあ、このライト層すらもねこのエイペックスに馴染みづらい環境になるとは思いました。だからそういった点においてはこの両者について理不尽な大差っていうのは存在しないように感じます。だってその PC のねマウスにはマウスの利点があって、でパッドにはパッドの利点が、まあ、2つ、まあ、いい具合に存在してるわけですよ。まあ、ただこのエイムアシスト問題っていうのは FPS プレイヤーにとって非常に敏感な問題であるわけですね。で、そして取り扱いが非常に難しいです。そのため今後この議論がどの方向に行くかっていうのはまだわからないものの、まあ、これを一度静観し、どの方向に行くかっていうのを今後見守っていきたいと思います。はい。あ、といった感じで、まあ、今回の動画以上となります。もしこちらの動画面白かった、また参考になったって方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今回お送りしましたのは TIE クランのプライズでした。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。